こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、はい、今回はですね、飯塚千恵先生によるレッスン動画でございます。はい、待ってました。待ってました、ありがとうございます。はい、千恵先生ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回のこの動画ではですね、はい、簡単にハンドファーストが身につく練習方法を徹底解説していただいております。ほんまかいなハンドファーストって難しい。いや難しい、やってもう本当にその一瞬の形じゃん、うん、あの当たる瞬間の、ね、あれをやろうと思ってはできないと思うんですよ、うん、そうですね。そう、あれをハンドファーストイメージしてってたのもうチャンクスだもん。ああ、それはある。はいはい、まあね、でもね、よくねハンドファーストハンドファーストって言うと思うんですけど、うん、はい、今回はこの動画で千恵先生が解説してくれてます。はい、まあ、それではね、はい、早速皆さんも気になっていると思いますので、はい、千恵先生によるレッスンを見ていきたいと思います。はい、GO! なんて言ってやばい今回は簡単にハンドファーストができる練習方法を行っていきたいと思います。まずですね、ハンドファーストの必須条件がテイクバックでのフェースの向きになるんですが、ここだけ少し解説してから練習方法をお伝えしていきたいなと思います。テイクバックでのフェースの向き、はい、切り返し直前で開いていた、こういった方はですね、切り返し直前で開いちゃう方はハンドファーストの逆になっちゃうんですね。なのでまず大事なのがテイクバック切り返しでフェースがスクエアなこと、閉じていることが条件になっていきます。これを踏まえて今日の練習をやっていきたいと思います。はい、この今日の練習の方法は私の秘密なとっておきなドリルなので、ぜひ皆さんも実践してみてください。まずですね、このハンドファーストにしたいがゆえに手首をこう固定しちゃう方がとっても多いんですよね。インパクトからフォローにかけてこう手首を固定してしまうと何が起きるかというとですね、クラブが自分の動き以上に動かないのでヘッドが走らなくなっちゃうんですよね。なので手首を固めてのハンドファーストは無効です。はい、ということで手首を固定せずハンドファーストが簡単にできる練習法をやっていきたいと思います。まずクラブがもし手元にある方は持ってみてください。そしてフルスペースがある方はやってみてくださいね。まずアドレスの形を取っていただき、グリップします。その手をグググと上に上げていき、時計の針でいうと12時にヘッドを持ってきてください。そこから右回しをしていただきます。はい、こういった形ですね。この時にグリップをギュッと握ってしまうと、はい、ぎこちなくなっちゃうのでグリップはゆるゆるで握っていてくださいね。はい、こういった形で右に回していきます。はい、ここから大事ですよ、よく聞いてくださいね。12時から3時までのポイントの時にベースの向きが正面です。はい、この時に左手の手首は猫ちゃん側に折れています。はい、これがとっても重要なポイントになってますよ。この3時までに猫ちゃんの手を左手入れてあげてフェースの向きを正面に向けてあげます。はい、このような形で右回しをしてあげてください。で、猫ちゃんはどこまで続くのって思いますよね。はい、これはインパクトボールがある付近後解放です。はい、インパクト後解放です。猫ちゃんをインパクト後解放です。こうすることによってハンドファーストは作れるのに手首は固定していないよねっていう状況を作ってあげます。はい、ここから、はい、器用な方は打っていただいても OK です。はい、12時からクラブを打ってボール打っていただいても OK です。今日のポイントは左手の猫ちゃんでした。皆さんぜひハンドファーストにしたい方はフェースの向きに注目して取り組んでみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の簡単にハンドファーストが身につく練習方法はいかがでしたでしょうか。はい、でもこう
試したいよね、うん、右回し右回し、ね、あとね猫ちゃんの手、はい、にゃん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 の手、はい、すごいね分かりやすく説明していただいたんで、うんうんうん、まあ、ぜひね練習で実践してみて、うん、身につけていただければなと思います。形を作るんじゃなくって、うん、結果なってるっていう感じだよね。そうだね、うんうんうん、多分自分が思ってる動作とは違ったりとかするから、うんうんうん、まあ、そういうのやってみて、はい、あ、これでこういうボールが出るんだっていう感覚をね掴んでもらうっていうのはすごいいいのかなと思いました、はい、練習あるのみです練習あるのみです、はい、ということで、はい、皆さんにお知らせがありますというか、まあ、ずっとお知らせしてるんですけど、はい、ずっと、はい、ずっと言います。リンゴルフの LINE アットが開設されました。はい、はい、概要欄にね LINE アット登録っていう URL があると思うので、はい、そちらからぜひお友達追加をお願いします。お願いします。それから YouTube のチャンネル登録とコメント高評価もお願いします。お願いします。励みになります。励みになります。たくさんお願いします。